人類は二度目のバレンタイン襲来を辛くも退けた。しかし事件は終結したわけではない。第一連王カイ・キスクは事の真相を探るべく調査を開始した。はい、帰国にもぜひ捜査に協力していただきたい。ありがとうございます。では現地で合流しましょう。これが最善の策とは思えませんが。しかし最善の結果を期待できます。それにしても対バレンタインの特攻兵器であるはずのオーパスが敵の駒だったとは。製造に元老院が絡んでいた時点でもっと注視すべきでした。まだ誰もあの危険性に気づいていないが、このまま捨ておくわけにはいきません。御意に。そういえば先ほど届いた報告によりますと、花の菊国から干渉を受けているようです。道中くれぐれもお気をつけください。わかった、ありがとう。人類の存亡をかけた戦い、この機をただの災難にはさせない。我々は団結できるはずだ。オペラハウス、まさか目と鼻の先にこんな偽装施設があったとは。元老院たちの目的が少しでも分かればいいが。市販の根城を調査するにはあまりにも小規模ではないか。ポチョムキン殿、恥ずかしながら元老院の手の者を未だ特定しきれていません。今は信頼できる者のみで行動しています。だからといって単身で乗り込むなど無警戒も甚だしい。それに仮想敵国である我々とここの情報を共有することは帰国にとって大きなリスクだと思うが。承知しています。なるほど、どうやらこれは単なる事後調査というわけではなさそうだな。オーパスは人々の知り得ない危険性を秘めています。そのことを立証し聖王様に上申する。そのためにも第三者である帰国の科学的検知が必要なのです。つまり元老院の起こした事件はまだ終わっていない。はい。ならばこの上ない。え、何を。無礼は承知。これは私の一方的な自己満足だ。しかしお付き合い願いたい。やはり至らぬか。なんと不甲斐ない。一体どうしたというのです。国を、大統領を守るべき席を負った私が先日の事件では無様に敗北した。私の力はその程度なのか。無様、そんなことはありません。あなたは思いでは足らぬのだ。思いだけでは勝てぬ。思いだけでは守れぬ。また敵が現れるとしたら、このように弱いままの私では足らぬのだ。こちらから切り出そうと思っていましたが、先を越されてしまったな。ポチョムキン殿、私も同じです。私もあなたと同じく一人では何も叶えられない弱い存在です。だからこそこうしてあなたの力を借りたいのです。あなたを招聘した目的は調査のためだけではありません。今世界に必要なのは希望です。未知なる恐怖に立ち向かうには、まず暗中に迷う己の不安を拭う必要があります。そしてそれは容易なことではありません。しかし長きにわたり国交を閉ざしてきた我々ならば、いえ我々だからこそ今この時に手を取り合うことで、人の思いが成し得る力が希望となることを世界に伝えられると思うのです。私の行いは外交問題になってしまったか。武人の胸中は剣に聞け。
我々にとって話し合いの席に着くのと同じことです。それに問題がありますか？本当に愚かな王だな。ありました、これです。これは、なるほど、オーパスはまさにギアだ。元老院は当初からこの計画を想定してオーパスの配備を進めていたのか。おそらく。今はおとなしくしていますが、いつ人を襲うとも分かりません。だとしたら世界の大半が人質となっていると言っても過言ではないぞ。その通りです。だからこそ。ちょほいと待ちな。そいつをどうするつもりだ？あなたはチップ・ザナフ。いつの間に。まさかとは思うが、オーパスどもを廃棄するつもりか？ええ、そのつもりです。やっぱな。だが、そんなことはさせられねえ。オーパスは敵の脅威から身を守る砦だった。人民にとって今や心の支えと言っていい。その庇護下にある国々がそいつを奪われてみろ。国連は代替の対応を求められ機能しなくなる。最悪内乱もあり得る。実質的な安全が必ずしも最善とは限らねえんだ。ストップ。わかった。どうやら本気みてえだな。え？試して悪かったよ。お前の覚悟が知りたかっただけだ。まあその調子なら心配ねえ。なぜこんなことを。事件はまだ終わってないって言ってたろ。なら敵はまだいる。いわゆる真の黒幕ってやつがな。慈悲なき刑事、そいつだな。どこでその名を。ここら辺のもんをちょいと漁ってな。無意識の存在とかなんとか書いてあったがよ。だが一連の騒動を振り返ってみろ。こいつは感情もない奴の仕業じゃねえ。多分人間だ。そんな。とにかくだ、お前は今や世界の王様なんだ。お人よしも結構だが、なんかあった時に同人じゃねえぞ。慈悲なき刑事が人間。気安く流せない何かを感じている。だとしたら一体誰が。いや、私は